まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。7番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ進行論は、特段あんまり提唱する気はないんやけれども、基本的に安定するのはどうかなと思っている。まあ安定して強いってだけね。まあこれに異論がある人間は、じゃやりたい進行っていうのを述べた方がいいと思っているが、これも、多数決だろうね。その以下に、この後で言う進行論って提唱論するのもね。かな。まあ、あとは発言での精査はするんやけれども、これまでで思った。これまた更新後。一周目段階で気候種の発言する人間は、俺、問答名人だわ、と思った。一番濁る。しょっぱなからわけのわからん発言だけしてくれる人間は、本気で、精査度外視で釣ってもええレベルで思ったよ。もう、これ以上混乱させたくないから、俺は。ぐらいかな、以上。8番。のプレイヤーは発言してください。自分はね、ポーン進行一回やってみたいんですよ。ちょっと、7番さん、村だったらダメですか？7番の位置で7番から順番にポップコーンのように役職身分を開示していく順番ずつで、一回やりたい。やりたい。これ村やるかないかわかんないけども、一回やったらわかると思うんだよね。これ絶対村りねえだろうとか、あ、村り意外とあったな、みたいな。ちょっと試してみたいから、ちょっと自分以降の人はちょっと乗ってほしいかなって思ってる。かな。結果的にこれはフルオープンになる形にはなるんだけど、人外って結構、なんだろう、様子見て出るパターンもあるから、それで結構チャットくれたりするんだよね。だからそこで判断もできるし、全人外になる可能性もあるし、参照になる可能性もあるから。はい、やりたいです。9番。のプレイヤーは発言してください。よろしくお願いします。村人陣営です。ポーン進行っていう新しいなんか用語は俺は理解できなくて、ポーン進行って何なんだろう。ドン進行とは違うのかな。ちょっと、そこの利点とか、そのポーン進行が何なのか一体わかんないんで、ちょっと賛同しかねるかなって思うし、自分はね。はい、7番さんからは特に色落ちはしないです。8番さんも色落ちもしないけど、まあ安定進行いいんじゃないですかね。まあ、7番さん気候種を釣るって言ってるんで、まあ飛び抜けた発言をする人を釣るって言ってるんで、まあ別に悪くはないかなって思ってます。まあ自分に関しては、まあ Q&A とか結構大事にするんで、まあ質問して、まあそれに変な答えで返す人っていうのはだいぶ怪しく見ちゃうし、だから理由がない黒塗りとか、白塗りとかも、それもすごい気になっちゃう人です。はい。1番のプレイヤーは89ロラで、自分は89ロラでいいって思うぐらい、どっちかには絶対人外いるなって思ってますね。まず8番さんの要素なんですけど、そのポーン思考をしたいと思ってる時に説明しないといけないし、自分はドーン思考めちゃくちゃ強い、バッティングを狙いたいって8番さん、その思考があるのはドーン思考でいいから、それに7番さんのことを否定してポーン思考やりたいって、8番さんってもう役内の透かして、なんか例えば人狼だったら、狂人から白をもらいたい、逆に狂人だった場合って人狼にアピールしてるようにも聞こえるし、9番さんって7番さんに対して7番が悪くない、おかしい発言をしてる人を釣りたい、9番さんって8番さんのポーン進行がわけわからないと思ってる時に8番って釣りた位置に上がらないのが俺は変かなと思うから、8番か9番、ここめちゃくちゃ俺は怪しんでます。どっちかにさすがに一人外俺はいるかなと思って話を聞いてました。そのぐらいです。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、8番さんは普通に印象悪いし、人外かどうかは知らないけれども、まあ、いわゆる経費釣りの観点でいうと、俺は現状下においては8番かなと思っています。まあ、若干俺黒い指摘してるなと思ったのは俺1番ですね。まあ、その理由って、9番って何て言ってたかっていうと、あ、お祝いちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って。よいしょ。失礼いたしました。
1番さん、あ、9番さんって7番になん、あ、自分自身の思考回路なんて言ってたかっていうと、Q&A を求めていくって言ってたから、まあ、9番さんってまあ2周目の8番の発言があるから、まあ、聞けばいいんじゃないって普通に思ったんで、一貫性あるなって俺9番に思ったんですよ。だから1番が8、9を両方、釣りをしてる構図、8番に関しては経費釣りの観点で悪くないかなと思ってるけど、まあ、9番釣り要素がちょっと自分と合わないんで、まあ、黒い指摘をしてるなと思ったのは1番さんなんで、サイクロは1番です。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。経費はい。まあ、釣りたいのは1番。で、2番の1指摘はいいかなっていうふうに思っていて、8番が全くわかんない。キューバさんに言うと、ポーン進行って、2周目の頭で、7、8、9、1、2って、順番に、自分の身分を、開示していくっていう進行なんよね。ただね、それをするんだったら、ものすごく、7番が何者か分かんないけど迷惑をかけてしまうから7番は釣らないっていうその提示ができないとちょっと不平等になるよって思ってる所定位置に対してね。からちょっとデメリットも強いなっていうふうに思ってるんよね。ログが流れすぎるっていう。だからまあ普通のドン進行でいいと思ってるし、1が、あ、まあもう2周目頑張るね。4番のプレイヤーは発言してください。7番さんについてはもう多数決派につきたいんだな。若干人外目感じるよ。多数派の方に寄っていこうという思考、それは7番さん自分でも理解できてると思うよ。8番さんはポップコーンみたいなポンチコーンね、わかる。で、9番さんはなんかな、自分の問いに対してクエスチョンに対してそれをアンサーを求める人間なんで、対話したい人間だと思ったんで、それに対して1番さんが9番さんの釣り寄せのがわからない。だから1番さんが最高で私は見てるから、1番さん釣ってもいいと思う。9番さん対話したいんでしょ。だから2番さん3番さんが1番さん相性目線はいいんじゃないかなと正直思うかな。それぐらいじゃね。だから9番さんにも圧かけてるけど、9番さんがもしそのクエスチョン、アンサーの分で、全くもう、見当違いなこと言ったら、キューバーさん釣るけど、現状、1釣りで維持を。5番のプレイヤーは発言してください。やばいね、これ。目線が全然合わない、2、3、4と。1番さんの主張、ちゃんと聞いてましたか？ 1 番さんって、9番さんに対して、9番っていうのは、7番に対して特に違和感なかったってね、いう発言でしょ？7番の要は発言を飲んでるってことでしょ。9番さんって7番さんの変な人を釣っていこうっていう発言ね。で、8番さんっていうのが変な発言を明らかにしたわけじゃないですか。9番さんも8番さんのよくわかんない進行論っていうふうに捉えてたんだから、だから9番さん視点で8番さんを釣りたくなんないのかっていうことを多分1番さんで主張してるから、1番さんの主張って俺間違ってないと思ってんの。だからそっから2番さんが1番釣りをして3番4番ともに乗っかってるわけでしょ。だったら便乗値の4番さん、まあ2、3、4正直幽霊つけれないと思ってんだけど、便乗値は4番さんかな、最終便乗値の4番さんを釣りたいかなっていう現状を持ってます。はい、と僕はこういう視点ですね。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。まずね、8番さんの多分誰も飲まないと思うよ。それって1周目から役が出るのと何も変わりがないから、バッティングを狙う進行できてない時点で多分誰も飲めないと思う。で、まあ1番さんが最初に8、9どっちかに2ローっていう、まああんまり理由なく雑に黒塗りしてるとこがあんまりちょっと違和感があった。だからそこを怪しむ視点って言えば村側だと思うんだよね。で、5番さんだけなんか視点が違うんで、もしかしたら5番さんって1の白透けしてる5番人狼あるんじゃない。村側ってやっぱ怪しい人って怪しく見る視点って普通だから、5番さんを1怪しんでないのって、もしかしたら1が白でそこを白透けしてる5がローじゃないかなと思うので、5番さんが怪しいかな。7番のプレイヤーは発言してください。じゃあとりあえず110で出てください。3、2、1、はい。よう出たね。ストーサンが例の、2が4白、4が8白、なるほどね。まあ1号ランでいいんじゃない。じゃあ
と思ってるよ俺は。うん、そもそも1番に関しての部分って俺はあの全体聞いてたところと若干違うのよ。うん、俺は基本的に、うん、あの精査度外視で気候主の発言をした人間をついていったのね。うん、突っ込むべきところが違くね、うん、9番が7番に対して関心がなかった場合って、うん、確かにそこの突っ込みはあるんやけれども、じゃ発言精査を度外視するって言った人間に対してどういうふうに思った一番してっていうところ、じゃそこに関しても全部絡めることができるから前半一全部印象が下がらへんと思っているから、そこの部分が不平等かなと思っているのね、1番に関しては。うん、4番に関して自覚してるっていうんやけれども、うん、自覚じゃなくて俺はとんがった発言をしているから叩かれるの当然と思ってんのね。これに関してのツッコミができてない1番がおかしいと思っているから、よ4番の指摘もあんまり俺は納得はいっていない。ただ5番がかばっている構図っていうのは明らかにありえんと思っているから1号欄でいいと思ってるのねかな。うん、あとはまあ期間には分からんけれども、まあ日本ね、場面だけ見たら2番の方が不利かなと思うけれども、あんまり、うん、4番の発言そのものがそんな信用できなかったからね。微妙。8番のプレイヤーは発言してください。いや乗ってほしいけどね。まあ、6番さんに言うと、例えば、まあ、891が陣外で連番になってたとするじゃないですか。そうなってきた場合って結構バッティングする可能性あるし、チャット打てない可能性があるんだよね。わかる？これ、だからバッティングする可能性あるから全然、うん、なんかそのないって言った否定はちょっと、うん、まあこれ陣外予想になんないけど、で現状として、まあ、5番がおかしいかなと思ってて、8番が変なこと言ってるのにって言ってるけど、9番がね7番に乗っかるなら8番が変なことしてるのにって言うけど、じゃあ9番の主観で別に8番が変なことしてないと思ったら別に8番おかしくないっていうことにはなるんじゃない、うん、だから9番目線で8番おかしいことやってないっていう目線であるならばそういう風な感じになるんじゃない。それだったら全然おかしくはなるけど、だから 5番、今のところ5番、9番のプレイヤーは発言してください。そもそも合意人に関しては俺に投げかけてることが全く不当なんですよ。組み取り方の違いとかそういうのじゃなくて不当ですね。だって俺って8番が、提唱してることってメリットデメリットって分かってないんですよ。そもそも8番が提唱してることが何なのかっていう疑問を唱えてる人物で、で7番が、安定進行で、気候主義言ったらそこをついたいと、村のためにならないからって言ってるわけで、俺目線7番はそうなんですか、色は見えませんけど分かりました的なことを言ってて、8番が結局メリットデメリットを俺分かんないことを言ってるから、俺自身じゃあ1番さんと5番さんが8番さんがおかしいと思ってても、俺は8番さんがやってることがおかしいんだか正しいんだか分かんないから、8番さん釣りたいとはなんなくないか、うん、1番さんでじゃあ5番さんに言うすけど、8番さんのやってることっておかしいんですか。そこからじゃねえかと思うんだけど、そこで1番さんが89ロラしたらなんか人外が釣れるとかよくわかんねえんだけどな、だいぶ不当じゃねえかって思うんですけど、で5番は1番のことを組み取り違いで、いやいやって話だよね。組み取り違いしてんのは完全に1番だから、5番が1番の気持ちをわかるのはわからないすね。うん、だから、まあ、4番さんが、俺に言ってたけど、なんだっけ、その質問する人だからって言ってたけど、俺が1と5に質問するのは、じゃあ8番さんがやってたことっておかしいんですか？メリットデメリットって何ですか？ 8 番さんが提唱してることも。それを言ってほしいです、うん。どっちにしたってその理由を言わないんだから、8番がおかしいことをしてた。どういうことでおかしいことをしてたっていうのを俺に理解しないんだから、8番を釣りたくならない、9番がおかしいっていうのは理論通らないと思うんですけど。はい、以上です。5です。1番のプレイヤーは発言してください。確認したいんだけど、賛同できるかできないかもわからないからね。9番さんって自分でも賛同ができないっていうことを言ってたから、動詞以降の方が強いっていう思考なんだよね。じゃあ8番っておかしいことをやってて、8番を処刑したいって気持ちには俺は普通かなと思ってるし、この段階で占い審議をした時に苦にせだと思ってる時は、もう1番と5番ってほぼないと思うけどね。
あの盤面上俺は4の方が真に見える、2番と4番に通用されてるけど、俺は2の方に真がないとも2がローだと思うよ。4の白打ちって俺を殺す白打ちで、なおかつ俺2番のおかしい要素って8番って、あの8番がおかしいと思ってる時、あの1番が黒いって思ってる時は8番釣りたくないし、対立してるのにもかかわらず1番と8番がおかしいって俺はならないと思う。俺は6番か7番かでいいし、あの6番さんの発言を聞いてどっちで死んで見てるかによると思う。俺は7番明確におかしいのが、あの盤面上で4の芯があるかもしれないってなった時に、2番ってローで 4に白を打ってる可能性があって、2一ローで少なくともないから、4で芯を、4を芯と見てる時って、2一ローローってないんだよね。4番がおかしい発言をしてるってなるんだったら、そもそも1の論って通ってるし、だから7視点での景色が全くわからないから、俺は絶対7番おかしいなって俺は思ってる。現状俺は7釣りかなと思ってる。だから6番さんがあの2番4番の審議次第で俺はいいかなと思っていて、2、7のつながりって俺はあると思う、少なからず。だから俺はそう見えたかなって、俺は4審と思ってるから8しろかなって思ってる。9番さん釣り値上げた方がいいと思いますよ、村人だったら。はい、以上です。7番釣ります。2番。5番はどこ行ったんだろう。1番さんがもし素裏だったら、じゃあ初週段階行った8、9に1陣がいるんじゃないかのスケールはどこ行ったんですかって普通に思うんですよ。じゃあ、お尋ねしますけど、まあ、1番さん処刑しようと思ってて、1番さんって初週段階で8番に対して、まあ、言ってることがめちゃくちゃだと、まあ、自分もだからそういった観点で経費釣りだっていうふうに8番さんには言いました。ただし9番さんに対しては不当性があるよっていう風な指摘を1番にしているので、1番さんは怪しいですっていう初週段階に述べています。なのにもかかわらず1番8番が対立軸だっていうのは、ちょっと観点が論点をずらしてきているようにしか俺は思えない。俺は1番の旧指摘が不当だって言ってるんで、8番は経費釣りの位置なんじゃないかっていう風に言ってるんで、全然論点をずらしてきてるなって1番さんには思いました。で俺もう乱白狂人で狼が使用しなかった理由って、一番ないしは釣り押されてる人物が人狼だったからじゃないかっていうふうに考察していて、まあ、その筆頭がどうしても盤面上一番になってしまう。だって一番って黒い発言してて、2番3番4番から釣り押されてる状況下だったから、で5番がかばってまた6番が釣り押してる構図だから、まあ、相方って出れないから、そういった観点で、まあ、1番の狼って十二分にあると思ってるし、もし1番が白なんだとしたら、俺は時点で5番だと思ってる。その理由っていうのは、まあ、5番という人物が1番の白を透けていて、かばう構図っていうのは結構見えるから、俺1番か5番どっちかを釣りたいと思ってるのね。はい、そんな感じです。1番視点って、盤面上で4番が真って言ってるけど、そうなった場合って、2の相方軸7番って言ってるけど、でも、2、7ローローって、どうなんすかね。別に4番白を詰めて何もなくないですか。はい、俺は1番か5番どっちかすりたい。3番のプレイヤーは発言してください。はい、5番って評価できる点とできない点があると思ってるよね。5番ってその1番の話をよく聞いてるんだけど、4番の理論をちゃんと聞いていない。そもそも大前提だけど、みんなね、何かわからないものの名前を聞いて、でそれがどんなものかわからないから評価のしようがない、え何それってなってるのが9番の状態だったんじゃないのって考えた時に、1番が1周目も2周目も9に当てる精査って不当じゃない。鈍進行の方が強いと思ってるならって1は9に対して言ってたけれども、そもそも前提が違うんじゃないのって思ってるよ。で5番ってそのこの盤面になる前に2、3、4が怪しいっていうふうにヘイトを向けてるんだよ。その構図からもその5番ってものすごく黒いわけじゃないんだよ。だから俺今日5番を外して、で2番がなぜ8、9に対してのあの見解を述べないのかっていうところが、1周目は言っていたけれどもちょっと変かなっていうふうに思ったし、7番も1と5は気になるのは分かった。8、9は ?8 はもう謎な人物でしかない。もう8釣ってもいいっていうふうに、2周目も言うんだったら1周目との整合性は取れてると思うよね。俺、17のラウン、17のラウン提唱します。はい。4番のプレイヤーは発言してください。
1段ランもいいけど、5番さんも入れていいかなと思って、6番さんの指摘通り、1番さんが戦いとって、それの白助がどうのこう、それは飲めたんよ。まあ、7番さん、でも9番さんの言うことはあれよな、8番さんが結局さ、じゃあインド人が10からのココイチのカレー食べてみ、そっちの方が美味しいよって。やってみには分からんもんな、9番さんがだから普通に、分からんのは普通じゃと思うよ。なんでそれで叩かれたのかがわからん。だからキューバーさんが一番怖い位置かな思って。あ、自分の占いしはっきり言うよ。6か9、6か9しか占わんから。じゃあ7番さん釣ろうか。7番さん。まあ、1番さんは私のことを真に見てくれてるから。でも5番さんは1番さんのことを擁護してるけど、それ6番さんの指摘通りだと全く思うよ、それは。それは5番さんは飲んでくれた方がええと思う。同じ村人陣営ならね。で2番さんが1番さん、5番さん、いや、2番さんの陣営寄せようか。1番が黒ですってはっきり言うたびに、今度は5番が1番の白助しとるって言うだから、全く矛盾しとるから。一応白で置くんか黒で置くんかが、そこは矛盾しとるから、そこは2番さん、多分2番さん狼で私に白を打ってると思うよ。まあ、そんな感じかな。9番さんが1番怖いなーって正直思うよ。ほんまに思う。だって、まっとうなこと言おるんだもん。8番さん、自分の白先の8番さんが、わけのわからんこと言おるから、それが、やってみよう、わからんから。そんな感じ。どっちでもいいわ。多分7行くと思う。5番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。7番さん1本しかないですね。7番さん視点で、2番、まあ、4番さんの方が指名が高いっていう発言残してましたよね。2番さんの方が不利だって、盤面的に不利だって。多分それって2番さんが2攻めに見えてるっていう主張だと思うんです。でそうなってきた場合って1番さんって絶対外れる位置ね。2番さんって1番をもう釣りをしてる人物ね、ものすごく。で4番さんに関しては1番が釣りをした8番っていうところに白を打ってる人物、まあ、4番さんってマックス強なんだけどね。1番さんってかなり死ぬ構図ね、この盤面だから。7番さんがそこで1番を釣りたいって、まあ5番1本とかだったらまだ7番さんの主張ってわかるんだけど、1番さんを含めるのただなんか釣り位置便乗してるようにしか聞こえなかった7番さんって。だから7番さんでいいかなっていうふうに思ってて、で1番さんが7番さん釣りをしてて2番さんがそこに過剰反応でしょ、1番さんがおかしいって。1番さんを釣りたいって、まあ時点で5番ぐらいな感じだったんだけども。だから2番さんと7番さんってかなりつながりがあると見えてて、まあ怖いっちゃ本当4番さんの言う通りで6番9番ですよね。6番9番、うん、俺は6番さんが怪しく見えるけど、9番さんの主張は分かったけど、6番さんがいや村は1番の白助をしているとかって言ってるんだけど、俺ってちゃんと理論言ってるから、うん、だから7番さんでいいかなって俺は思ってますね。7番さん釣りで4番さんが真に見えてる、2番さんが偽27ローローで見えてます。で狂人がどっかにいる、はい、っていう構図。そうなってきた場合って狂人って俺はやっぱ8番かなって思うんだけどね。安直かな。はい、なんで僕は7番さんに行きます。以上です。6番のプレイヤーは まあ、4番死んだと思う。まあ、盤面的にも4番が狂人だった時、まあ、8番さんもビクロの位置だけど、まあ4番狂人だったら5とか1に白打ちそうな気がする。だから4進で2がローだった時2番1釣りをしてる、で5番4釣りをしてるから、4に白打つと5も死にやすくなる。で自分最終発言で5を1本で釣りをしてるから、2、5、2、1が見にくいってなると2の相方がな7か9だから4番さんが9占いたいっていうの分かると思う。1番が9釣りをしてんだよね。8、9。1番8、9釣りをして2番1釣りをしてるから。しかも9番さんだけ外してんだよね、2番さんって。8、経費釣り。1番 AC の1って言ってるから、2、9あると思う。で、7番さんのおかしい要素ってやっぱ、きっちり言ってないよね。確実に4番シーンって言ってなくて、少し濁して 1まで釣り位置入れてて、ヘイト溜まってる位置と、時点の5、自分が釣りをしてる5を釣り1入れてるから、まあ7釣りでいいと思う。7釣り、4番さん5へ、9占いでいいんじゃない。ちょっと狩人ないの透かして申し訳ないけど、4、5への方が、あ、4、5番さんね。じゃあ5番さん4、5へでいいと思う。
7釣り4越え9占い。まあ4番さんが俺のことを疑ってんなら俺占ってもいいけど、俺は2級もあると思うよ。1番9釣りをして2番1釣りをしだからね。まあ7番さん行きます。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。7番のプレイヤーが選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。うん、別に釣ってくれる分には構わんと思ってるけど、5番に関して言うんであれば一本指定する時点でもう透けるから、そんなんだったら最初から出といた方がええでっていうのはまず言っていいんだよね。ユーザーさん、うん、まあそもそも不平等なんだけどね。俺視点って2周目1発目1周しか聞けてない段階において、うん、2番4番の精査ってしづらいと思ってる。盤面だけで見た時って2番って不利よねっていう話はしているけれども、うん、2番新軸っていうのが普通に必要やと思っていて、その場行って、うん、9番って触れる必要性がないのよ。っていうか、色が落ちてないもん、俺視点で。うん。一周しか聞いてない。あの発言で色落とせる。不平等よね。うん。っていうのが、まず一点。じゃあ、そうなった時に、4番の主張が、俺は納得いっていないっていう、ふてたことが入ってるにもかかわらず、4番って1番が4を信じて見ているからっていう理由のみで、7番を釣り押してくるね。うん。じゃあ、4偽軸ってなったら、4番強人や。うん。100% 1番5番って、このラインって安直に見えると思ってんのね。うん、そうなった場合って、4番強人、1番、あ、まあ、5番が出てるから、もうこの場合って、うん、4番強人で見たとき、1番から、軸で置いて、8番、9番、どっちの方が繋がりうるか。まあ、6番でもあるけれども、うん、6番に関しては単純に5番の意見、うん、ほんまに乗っただけなんやろな、ぐらいしか覚えてないから、どちらかというと、偽軸でしか追えんかなと思っているのね。うん。で、偽軸で見たときって 100% 8番、9番の精査をするべき必要が あると思っていて、その場合って8番が来るよ、当然。うん、っていうとこかな。経験値おめでとう。うん、別に、あなた方が安直にラインをつなぎすぎているからっていう、こっちの視点でしかないし、そもそも1周目しか発言が聞けてない状態で、どうやって脅せっつうんですかね。はい。1番、普通におかしかったんよね、全体視点で。うん。安直に釣りやすいところ、ああ、俺の視点でそういう。夜が来ました、目を閉じてください。これ21でライン切ってたらきついけどね。けど4にしろ、つこいで1を殺しろの力だから、なんかここでこれ2級あるんじゃね。8番強人かな。でかい霊剣死ぬよ。朝が来ました。4声だから。昨夜死んだのは、ああ3カミね。3番4番のプレイヤーは発言してください。一白、ああダメだ、できるわ。一白一白、なんでか言うたら、キューバーさんが投票放棄しとったんよ。今日アピなんかな思うて、よう見ることはできなんだ。で、6番さんはご指摘が真っ当だったんで、弾いて、結局、居残りで1番さんを占った感じ。まあ、とりあえず2位を言ってほしいんだけど、霊神か。霊が見ることは白なんかな。トラウト2、2、2、6。
わからんけど、とりあえず2番さん言ってください。1番さん裏だったら言わされね。6番さんは恥取って9番さんが放棄やったから、消去で1番裏だっていう感じに言ってください。5番のプレイヤーは発言してください。はい、あの9番さんが投票放棄した時点で、多分4番さんで9番裏なのに1番裏なんだろうなと思って、まあ、おおむね予想通りだったって感じですかね。多分7番さんで苦労してると思ってるんで、2番さんで終わるかなっていうふうに思ってます。2番さんで終わんなかった場合は、多分4番さん噛まれ、多分縄順としてはまあ9番、終わんなかったら6番、6番が最後、まあ、すり寄った形っていうふうになるかな。はい、これでいいかなっていうふうに思ってます。まあ、2番さん行きましょう。2番さん視点で、2番さん視点で、1号、そんな単純に1号ってありえなくねと思ったんだよね。なんか2番さんの発言で芯切れる要素あったんだけど、ちょっと忘れちゃった。俺は2番さんの芯追ってないから、5番は2番の芯追ってないです。はい、なんか発言であったんで、まあ2番さん視点は5番不当だって言うかもしれないけど、5番は役職なんで、はい、以上です。6番のプレイヤーは発言してください。1番はな、1占うかあれで、9占って欲しかったけどね。まあ、27か29じゃない。自分が2周目の最後に言ったように、7番さんが2番さんのシーンをあんまり落とそうとしてなかったとこと、ヘイトが溜まってる1号、そこに愛に持ってった7ローか、それか、まあ2番さんって1周目9だけ弾いたね。経費釣りで8、サイクルは1って言ってるから、1番釣りたかった理由って1番9釣りをしてるから、8が強靭じゃねえかと思うんだけどね、6投票が。まあまあ、2で終わればいいけど、終わらなかったらあれやね、6、9バトルか。まあ、6、9バトル。負けないと思うけど、まあまあ、2番さん、効果終わることを祈ってるよ。8番。のプレイヤーは発言してください。いや、6番さんおかしいって。やっぱりなんか7番釣りでスムラスかせるのもおかしいし、なんで昨日の段階でじゃあ7番釣りましょうって言ってるのにね、6番がね、6番執行で引き潮すかせるのって思ったから、5ドンさん6番釣りいいかなと思った。じゃあ5番さんが騎士で出て、じゃあ7番が人狼で対抗で出ないってどういうことって思って、7番でどっちかっていうと5番さん釣りたいし、こう思ってた人物だったでしょ。じゃあその段階で騎士使用しないのってなんでって思わない？絶対対抗使用するけどね。絶対村で落ちてると思ってるけどね、7番って6がサイクロかなと思ったんだよな。5番出てよかったと思ってるけど、5番めっちゃ黒かったからね。占い発言機で決めます。9番のプレイヤーは発言してください。まずいなぁ。投票は俺1番に、合わせてたんですけど、カーソルを、決定を押してなかったっす。すいません。1に投票理由に関しては、1が俺に投げかけることが結構不当だったんで、あと俺はそのドン進行が強いと思ってるっていう発言も一度もしてないからね、都度もかましてるなっていう視点ですね。みんな2が2世って言ってるけど、本当かって思うんですけどね。だって4番が芯だったら、村視点で村のことを考えたら、投票放棄してる俺とかって、だから6級でそもそも占うって話をしてて、1に占い飛ばしてる。村がやってることじゃないですよね。占い師がやってることじゃないと思うんだよな。だから4の強靭が、1番に関して、1番に白を打ったとも捉えられるし、7、6、1ってない？ 6、1 ってないですか？6番は初週で、4番さんってなんで9番、1番占ったのって発言を飛ばしてる。飛ばしてる。いや、むずいな。
でも4番の占いが絶対 俺のはずなんだけど、 村に情報を残してないのになんでこれに偽切られちゃうのと思うんですけど、おかしいの俺ってこと。1番のプレイヤーは発言してください。片視点で7が村と思っているとき、まずそもそも6-14の偽を打ってきて6-1ロールしかないですけど、じゃあ5番を6番って叩いてますけど、5番って1を白評価してるんですね。そしたら5番って叩かないと思うんですよ、6-1ローローだったら。だし昨日の段階で7-1ローローだったら自分が7番を一本指定したりしないし、7番も俺のことを釣りたいなんて釣り落ちてこないと思いますけどね。だからその観点で7-1ローローもない6-1ローローもないってなったら、あなた視点で7を白評価するってきて2-2になりますけどね。まあまあ、もう俺は2番さん行きます。まあ、7投票はなくないかと思うけどね。少なくとも2視点で、7番ってまだフラットな視点、それよりも1番って2番視点で人外に思えてる、人外要素があり、俺は4視点で見えてると思ったら、1投票、1占いでいいと思いますけど、別にわざわざ8を占うメリットってもう何もないと思いますけどね。2視点で8番強靭とかって追わないんですか、なんかわかんないですけど、占い値が、まあ、8ではないかなと思いますけど、普通に考えれば。だから、まあ、そのトータル組めた観点から、ね、俺は2番行って、6番、9番、どっちか行こうかなって思ってます。そのぐらいですかね。9番3視点は、そういう景色に見えないって変だから、言ってることはおかしいし。6番さんは手のひら変えたような感じはするけど、まあ、発言聞いて2周目。2番のプレイヤーは発言してください。4番さんに白が刺さってるんですわ。4番強靭なのに、だから8番が強靭とかいう視点ないんですかとかいう指摘してる時点で俺1番さん何なのって普通に思うし、5番さんに言いたいんだけど、なんか5番さんが俺役だからとか言って、はい、狩人ですから、でーんって言って、あ、そうですかっていう。じゃあ、まあ、そう言って役持ってて強がってるだけなんだねって正直思ってしまったよ。はい。なんか、偽要素を明確になんか言えばいいのに、視点ずれてるじゃないですか、5番さんって村から。で、それで、なんか、役なんで、立てついてくんなみたいに言われたら、もう、やる気なくすよね、普通に。で、1番が今、7番投票おかしいんじゃないかって言ってるけど、まあ、少なからず客観的に見たときに27ローローっていうのが、まあなんか言われてる状況下で、まあ、どう考えても7番しか釣り位置って多分ないと思うんですよ。釣られ位置ね。で、どうせ5番って4番しか護衛しないから、ってなると、まあどうせ3番抜かれすぎて、なんか27なんじゃないかとかって言われるの嫌だから、だから普通に7投票したけど、わからんっすね、正直。1番引き継ぎ黒いと思ってるし、なんか9番、19のやりとりにはちょっと見えないんですよね。1番、歌手集段階で、あと何だろうな、まあ、9番が、まあ、どうなんだろう。9-1は正直見えないから、まあ1番の相方が、まあ7番、いや6番かな。6番とかで1-6ローローとかなんじゃないかなって思ってるけど、1番が2-7ってくっつけてんの、普通はおかしいから。1-6ローロー4強陣って普通に俺は思ってます。はい、以上です。投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。2番のプレイヤーが選ばれました。ああ、9か。2番のプレイヤーは発言してください。4番さん強靭使用した方がいい。9番、6番だったら4番神に来るからね。はい、以上です。夜が来ました。目を閉じてください。
朝が来ました。昨夜死んだのは4番。5番のプレイヤーは発言してください。思い出したよ、2番さん。そう、1番さんって、相方がいないんですよ。1番さんの相方が。うん。だから、2番さんが安直に1番釣りをしてるのが違和感だったって話ね。1番さんの相方塾5番かもしんないみたいな2番さん発言したけど、それが俺は納得できなかった。うん、そう、そこだよ。だから2番さんが絶対に言ってたってね。俺ちゃんと考える人だよ。2番さんが死んで4番さん教授もあるかもしれない。だって俺って4番さん怪しんでたから、4番さんって最美周便乗位置で1番さんを釣ってるわけだから、1番さんを釣りをしてるわけだから、違和感だったよ。まあ6級精査します。6級精査します。うん、いやこれ4強2進で、1番さん囲われた場合っても無理だと思ってるから、もうその時は負けだと思ってるんで6級精査します。6級精査ね。どうだろう、9番さんは投票放棄が強人っぽかったから、安直に6番さんで終わんのかな。で、9番さんって一生懸命なんか2番さん審査下げしようとしたのが、なんか9番さん強人に見えたんで、7番さんは村だったのかな。ごめんなさいね。そしたら26かな。俺目さんはそういう風に見えてる。9番さんは強人に見えてる。うん。8番は別に強人はあるかもしれないけど、8番さんよりも9番さんの方が強人に見えるから。はい。っていう感じかな。だから6番さんがその8番を強人で置いてる視点がまあ分かんなかったかな。投票放棄してたから4番視点で9番が強人だっていう主張をしてて、で6番さんがそこでまあ8番が強人じゃないかっていう精査だから、そこも合わなかったしね。まあ発言聞きます。以上です。6番。いや、9番強人で俺がローなの？8番強人でしかないでしょ。8番って初日6入れてるし、4番入れてるじゃん。8番が強人の時って2のご主人つけてるから絶対4投票でしょ。だから8強の9ローだって、だから俺言ったじゃん。2周目に7釣り9占いって。で俺のこと怪しんでんなら俺占ってって言ったし、まずね、26ローローだったら、カリウドないのスカスケード4声してって言わずに死ねえと4噛むよ。26ロロだったらもうライン切ってるんだから4噛まないと勝てないのに、そこに狩人ないの透かすけど4声してくれなんか言わないから。で、9番さんが1番に入れる予定だったって、それ本当のことじゃないの？1番さんって2番のことをかなり偽追いしてたじゃん。だから29ロロだったら9番さんって当然1釣りたいよね。で、投票放棄したら強人目で占いされないじゃん。8の強人を終えたら9のローってわかるはずだし、9番さんって昨日、4の偽上げしてたじゃん。だからこれ言ったじゃん。9番さんが経費で初日、8番経費で1サイクロって1番さんが9釣りをしてるからでしょ。まず16ローロの時ってまず4釣りをすよ。4番便乗で1釣りをしてんだから。29ローロ8強ね。5番さんの投票、まあ1番さんは多分いけると思うけど、俺が狼だったら死ねえと4噛むよ。護衛してくださいとか言わずに。8番のプレイヤーは発言してください。まあラスル6番でしょうね。だって昨日段階でさ、9番さんがさ、4番さんほぼほぼね、死んで置かれてる状況でさ、9番が4の偽を追った発言したらさ、9番さんって結構釣られる可能性高くならない？だった場合って乗っかって2番さん釣りましょうでいいと思ってんだよね。正直。それで最終、まあ強人にかけて戦う方がまだ強いと思ってるから。うん、多分6番だと思うけどね、なんか引き地すかせてたし、なんか2周目。あぶり出しでしかないと思ってるけどね。って思ってますけどね、自分は。で、9番が投票放棄なんで1日目にするの、わざわざ。人狼で。だってほぼほぼ7番釣れる状況で怪しまれる行動してるわけだよ、9番って。ないでしょ、と思って。9番のプレイヤーは発言してください。まあ結果論になるけど、まあ1番さんはもう白いんで、
まあ、6番さんでしかないかなって自分思ってるかな。結果的に白いだけね。ただやっぱり、1がやっぱり初週から俺に投げかけてることっていうのはやっぱ俺は飲めないね。だから、4番が1に白を当てた、時に、4番って、1番の加工に来たのかなって視点で落ちてるし、6も自分の、なんつうのかな、なんて言ったらいいんだろう。6って両面性がめちゃめちゃ強い人で、4に結局、騎士防衛を寄せて、寄せて、4を芯で置いて、9を占いって言ってるけども、1周目って6番の主張ってどっちかというと9を擁護するような発言じゃなかった。で、5番で狩人が出てから5番に対しては手のひら返してるんでしょ？でも明らかに6番で最初ベクトル1番に向けてたはずなんじゃない？で、盤面的に5が、狩人に出てから、5の護衛を4で寄せて、で、今回4が噛まれることっていうのも想定内だったわけじゃない？だったら6番さんが村の時って6番さんが4番に投げかけたことってなんで9占わなかったのってことだから6が4を占い真だと思ってるんであればもっと圧かけるしね、圧っていうかもっと怒るはず、感情的になるはず、なんで9占わなかったのって、あんた6、9占うって話してたじゃんってなるはずじゃん。だから自分が占いを逃れてなんか嬉しいような感じにしか俺は聞こえないんですよね、6番さん。だから6番さんラスウルで合ってると思うっす。1番のプレイヤーは発言してください。俺は今回は四股6しないって決めてるんで、俺6いきます。俺は初週の6番さんの5番に対しての言及が俺はおかしいと思ってるし、俺はあそこで騎士出すメリットがないと思うから、6ローかな。昨日の段階で9番がラストウルフ、2、9ローローだと思って、俺は切るかなって思う、さすがに。だから切らないで主張したら6番の方が俺はローかなって思う。間違えてたらすいません、6いきます。投票を始めてください。あーやだ。19ローロー9番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。あれ？村人の勝ちです。1番結論6、9いったん？クラムさんに怒られる。クラムさんすいません。クラムさんすいません。怒られる。クラムさんに怒られる。ごめんなさい。投票、最後どんな、俺釣られたと思ったんだけど。9釣られて試合終了ですよ。あ、いや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 、投票。19が6で、5、6、8が9投票、8番教授。あ、8番入れんかったの、6に。そうそう。7番さん、ごめん、ランテージよかったね。いや、100% あの盤面、俺の視点からだったら1番、5番しか提示できねえよ。いや、あの盤面、1はないよ。クラムさん、1弾かないと。いや、弾けない。え、なんであの盤面において1番の9番に関する指摘自体は俺は不当やと思っていて、それが2、3、4が当たっている5番に関して言うのは1番をかばう構図がめちゃくちゃ不自然だと。ああ、それ説明するわ。説明する。まずね、2番が1釣りをし、3番も1釣りをし、4番も1釣りをし、5番から視点変えてるから、2番が4白落ちって、1を殺したい白の落ち方だから、2ロー軸で1ないよ。2ロー軸なくても、俺は4強でしか見てないから、その場合は1番のローあるよ。あー、4強で見てるなら、まあ、釣られるってしょうがないと思う。あれは。いや、1周目8番さんがおかしくて、9番さんの叩きが真っ当やったけさ、でも裏の投票報告じゃき占えんのよな、こっちから。いやいやいや、占わないと。それか俺よ、そもそも9じゃなかったら俺よ。1はないよ、盤面的に。
で、たくまさんは占ってないから、たくまさん外して1か9で悩んだ場合、9が放棄やったから、だから俺だって、だからこれ結論、俺占ってたら 100% が1とか行く気なかったから、1占って俺釣られてたよ、さっき。なんで1番さん6行ったん、あれ。あれ、狩人ないの、透かす必要ってないって、俺だったら別にそのまま7つって4しねえと噛んだ方がいいよ。でしょ？いや、もう、6番さんごもっともす。言ってることすべて正論で、なんか、ごめん、9番だったら切るからって思っちゃった。ごめんなさい。深読みしすぎました。すいません。9番、しかも4つる議論までしてて。いや、もう負けたと思った。抜けますんで、たくまさんお願いします。あ、はいはい。じゃあ、ちょっと、皆さん、誘うボタン押す準備お願いします。抜ける方。3番さんのカウントダウンと同時に抜けてください。はい、ありがとうございました。5、4、3、2、1。